どうもこんにちは、たまちゃんです。さて、 FF1 ハクスラことストレンジオブパラダイスファイナルファンタジーオリジンにて、今回はハクスラゲーとしてのエンドコンテンツを楽しむために、現在の装備レベル150からレベル300までね、一気に上げてみましょう。まあ、ネット上の情報によりますと、どうやら簡単な同じミッションを繰り返すことで2時間ぐらいでね、レベル300になれるとのことです。まあ、というわけでね、その情報通り、初めは進めてみて、で、その後、耐久でね、一気に可能な限り上げてみます。果たして本当に2時間で150上げることはできるんでしょうか？で、レベル上げに良いと言われているミッションは、こちらですね。白き霊峰という場所のサブミッション、正気に阻まれたもの。このミッションは普通には出てこなくて、メインクエストの隠し部屋にある、なんか丸い魂みたいなものを取ることで試験します。で、難易度をカオスにしましてと。で、ミッションレベル170になってますね。で、この170をクリアしたら、次は180みたいな感じで、どんどんね、レベルを上げていくそうです。で、最終的にはレベル300になると。じゃあまずは何を止まれ、始めてみましょうか。170を解放。さあ始まりましたね。まず前方にファイアエレメンタルに、他になんか2体ぐらい敵いますね。で、まず構成としては、一つをね、黒魔法、なんか攻撃魔法が使えるね。その呪文が言うらしいですね。赤魔導士か黒魔導士、もしくは賢者、なんか黒魔導士が魔力を貯めやすいからいいと聞きましたが。じゃあこれにしましょうか。で、もう一つはメインのジョブ。まあ、もしくはね、レベル上げたいジョブでいいんでしょうね。じゃあ、初めはこの29レベル、パラディにしましょうか。黒魔導士はなんか、LT を押すだけで、魔力は貯められると聞いたんですけど。今押してる状態ですけど、ほんで貯まるのかな ?LT 名越し。特に、MP が回復してるには見えませんね。なんか能力が必要なのかな。で、始まったらまずは、右を向くことで、宝箱があるという話ですね。こっちかな。お、敵がいますが、これを無視して、これ開けると。さあ開けて、あった、あー、取らずにやれた。あ、まだ生きてる。よかった。そう、これを取る。これで装備品がね、いくつか集まるとのことです。こちらアクセスして、一回敵を消しましょう。さあ、現在の私のね、装備レベルは150ぐらいでしたが、今一気にね、165とか、もう集まってしまいましたね。だから、初めはここでミッション一回やめて、で、再び宝箱を取りに行くを繰り返すだけの良いという話ですね。で、その後は、あの前にいるね、ファイアエレメント、あれを魔法で倒す良いとのことです。ウォタガ、これを当てると良いそうですね。届くかな、ちょっと一回打ってみましょうか。当たりましたね。で、2発撃って倒すと。さあ、撃って。で、その後は仲間に任せる。攻撃をね、一回。で、体力が削れたら、このメインジョブ、これで殴って、一気に倒していくと。あ、やりましたね、一体。合うぞ。よし。どんどん倒す。結構やりますね。あー、危ない。で、このようにファイアエレメントいっぱい倒して、で、最大 MP をね、どんどん上げる必要があると。で、最大 MP をマックスまで上げたら、この最後のボス戦、モルボルがいるのでね。まあ、そこで魔法を連射して倒せるようになるっていう話です。音がぶっ放す。いいぞ。2体まとまってると。ちょうどいいですね。2発目。そして仲間に任して、攻撃当てていくと。仲間の攻撃は不要かな？今んとこね。今日はやれますね。じゃあ一度、マックスまでこれで上げてみます。さて、魔力がマックスになりましたね。この後は、まあ、この先に進むわけですが、なんか道がですね、左右に分かれてるらしいんですよね。ちょっと行きましょうか。こちら進んで、敵がいますが、これを無視する。ここかな？左右に分かれてる場所。そうですね。で、初め左に向かうと、なんか宝箱があるという話ですが。あ、これかな？結構道中。結構細かくね、道が分かれていましたが、今鍵を入手しましたね。試練の鍵。で、一回戻りましょう。どこだ？
道わかんない、こっちかな。で、左右に分かれていた右に進むことでその鍵をね、使う場所があるという話なんですが、それなりに敵いますね、やっぱりね。無視して進んでみよう。これか。これを開けるとこの奥にはモルボルがいるという話だね。いた。で、こいつにはファイガーを当てると。やってみましょう。で、味方にね、こうやってね、攻撃してもらう。そうすることで安全にファイガーが当てると。さらに能力で魔力を回復できる能力一つ持ってるんですけど、マジックリジェネ、この使うと良いという話ですね。で、現在体力はもう半分ぐらいになってますね。このままいけそうだね。おお、モルボル簡単に倒せるぞ。あともうちょいだ。いけ、とどめ。味方帰ってきちゃいますね。あ、もう終わったか。やったー、クリアできましたね。で、報酬を入手して、これで装備を更新できると。なるほど、こんな流れなんだ、一つのミッションがね。で、このアニマの結晶かな、これを入手することで次のミッション、それはね、解放できるんでしょうね。うん、いきますね。180。よし、じゃあこんな感じでちょっと進めていきましょう。現在の平均装備レベルは164までアップしてますね。本当に2時間で300近くまでね、行くのかですね。よし、180レベル達成ですね。これで220クリア。だんだん慣れてきたんでね、一瞬は早くなりましたね。これはあれだね、必要なアニマの結晶、これがちょっと途中足りなくなるかな。なので何度かクリア済みのミッションをね、もう一回やり直す必要が出てきますね。そこに多少時間がかかるかな。この初めのスライムゾーン、こいつの弱点はよくわかりませんが、とりあえずエアロー、これも結構効きますね。これで倒してしまえば、うん、こうやってね、とどめを刺すことができる。ここで上げるのはありなんでしょうね。なので290クリア。さあ、ついに最後ですね。うわー、いくぞー、ファイガー。さあ、味方に任して、マジックリジェネ、あとはファイガーを連打するだけ。簡単なお仕事ですね。燃え尽きろ、ぬわー、外ろ、あと一発だ、おらー、やったー、ついに300レベル達成だ。うわー、起きた。300レベル一つ。やはり最終的には全てアーティファクト、それを揃えることになるんですかね。そして300をクリアしましたが、特に何かが解放されるとかね、そういったことはなさそうだね。では本日はここまでですね。今回はファイナルファンタジーオリジンでレベル150からレベル300まで本当に2時間で上げられるのか試してみましたが、まあ、確かにね、ほぼ2時間で上げられました。もう慣れてくるとどんどん効率よく動くことができて、まあ、あとはあっという間でしたね。まあ、ここからは存分にレベル300の装備集めが楽しめそうです。まあ、まずは何か特定のジョブ用の装備を揃える、そっからなんでしょうね。なのでハクスラゲーとして楽しみたい場合は、もう早々にね、今回の方法で2時間使って一気に上げてしまった方が今後もね、楽しめるのかもしれません。まあ、私はね、またここからいろいろレアな装備集めを行って、難しいボス戦などね、あればそちらを攻略する動画を撮影していきたいと思います。では本日の実況はたまちゃんでした。また別の動画でお会いしましょう。